ちらのチャンネルはお着物クリエイターチャンキーロマンチカが送る着物コーディネート動画。さて今日楽しむお着物はこちら。今日のお着物は白地に込んでたくさんのお花が散りばめられたボタニカル柄が可愛いコモンのお着物です。ところどころくすみピンクやゴールドも入っていて色合いがとっても素敵です。大人女子っぽく着こなしてみたいなと思います。合わせる帯はこちら、黒地にピンクで梅の花が織り込まれた名古屋帯です。着物に差し色で入っているピンクとこの梅の花のピンクが同色だったのと、すっきりかっこよく見えそうなデザインだったのが気に入ってこちらを選んでみました。帯締めはこちら、差し色のピンクをもうちょっと強めに出しても可愛いかな、バランス取れそうだなと思ったので帯締めも帯留めもピンクにしちゃいました。帯揚げはこちら、水色もありだなと思ったんですけども迷った挙句ベビーピンクにしました。着物と帯にダークカラーが多いのでピンク多めにしても甘くなりすぎないはず。続いて半襟はこちら、半襟はちょっと薄めの紺色のレース生地の端切れを選んでみました。レース生地って上品さもあるし大人女子っぽく着たい時にはぴったりの生地だなと思います。今日のお着物コーディネートが完成、早速着てみたいと思います。着付け完了。シンプルでスッキリした印象の中にピンクが効いてて大人っぽいけど可愛さも表現できてるかなと思います。このお着物はデザインも色合いも上品な大人女子っぽさがあってとっても好きな感じです。レースのショールや羽織を合わせたらもっと上品で可愛く着れるかもと思いました。今度やってみようと思います。色っぽく着たかったのでいつもよりエモンは抜き気味に着付けしてみました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございます。今日のコーディネートはいかがでしたでしょうか。ぜひコメント欄にハートマークを入れていただけるととっても嬉しいです。励みになります。チャンネル登録、いいねボタンもどうぞよろしくお願いします。とチャンキーロマンチカのインスタグラムの方では日々のお着物コーディネートの写真だったり活動情報なんかをアップしていますので、よかったらフォローして見てみてください。動画で着用しているお着物や帯なんかをメルカリの方に出品したりしています。説明欄の方にリンクを貼ってありますので見てみてください。気に入った方の元へお届けできたらとっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。